はい、今回はこちらの床走行リフトを紹介したいと思います。特徴はお風呂場でも使える床走行リフトです。オールステンレスになっているので、お風呂場で使うことができます。こちらの特徴としてはアームが長いので、特浴にダイレクトに入浴することもできますし、また小浴でも、利用者の方を直接入浴させることができます。その他特徴としてはキャスターが大きいので、取り回しもしやすいです。またこのように足も大きく開くので小浴に入れることができます。次に実際にお風呂場に入れてみようと思います。はい、それでは実際に利用者の方をお風呂に入れていきたいと思います。このようにお風呂に入ることによってリラックスもできますし、またリフトの緊張を落とすという効能も生まれますので、その利用者に拘縮の予防であったり、拘縮の改善につながります。また、特浴がない現場でも、こちらのリフトは小浴に入ることができるので、またげなくなったらシャワー浴、はたまた特浴、拘縮が強いからシャワー浴ではなくて、こちらのマルチリフトを使えばそのような重度な方でも、小浴に入ってしっかり入浴することができます。はい、こちらのマルチリフトでは、またげなくなって、お風呂に入れなかった方や、重度でシャワー浴しかできなかった方でも、お風呂に入ることができます。また弊社では、この床走行リフトや、お風呂用のリフト、またこの天井用走行リフトも取り扱っていますので、さまざまな場面でも、活躍することができるので、ぜひ最寄りの営業所にご連絡いただければと思います。